中は決して孤独じゃないのと何回言わせりゃ気が済んの。傷んでる手首を隠すくせ、なあそれすら洒落てる気がするの。ああどうしてあなたはそんなひどいことすら平気で言うの。被害者意識ぶら下げるくらいがお似合いなんだよ。着飾ったそぶりが大嫌い、やりなんだよ。前を見ただけでねえ、いかれて廃れて骨を垂れて、それでもお前を愛しはしないから、奪われけなされ全部なくして、消せない傷を悔やんでいろ。大体こんな恵まれた今が一生続くと誤解すんな。寂しさを数字に変えること、それだけは誰もあなたに勝てない。愛と矢の娘と同様、弱い眼で人を殺すの。痛みや涙伴わぬ方が残酷なんだよ。なんできっと態度が大嫌い、強弱と自尊の二枚舌。ねえお前を取り巻くちんけなクズも含めて必ず逃がしはしないから、ガラスの靴の期限が過ぎたら奈落の底に落としてやる。言葉が今日も人を飲み込み、バカを増やすの。偽善者ぶって人を騙して、じゃおしまいなんだよ。ねえ虚構の悲哀を演じてみせて、世界で一番愛してる技とかガクガクしかじかたけれども、世界はお前が大嫌い。さあ玉とこぶるのも今夜が最後、明日の朝には何もりゃしないから、二度とは戻らぬ今日この時を、お前の瞳に焼き付けて抱きしめて。